じゃあまた新しい情報を集めに違うマップ行きましょうか。あとはレストランと屋上と通路と地下1階通路。屋上なんてあったんだね。まだ行ったことないよね。行ったことないね。入ることなかったんだ。ってか何もない、何も、うわー、月綺麗だね。月綺麗。そしてこの背景あれじゃん。あの、エンディングとかで見るやつ。この背景その時のやつ。何もないんだけど。あった。あ、この石像あれか。もしかして。これですよ、これ。水槽の中に入っていた石像です。いや、ここにあるのだから別のものだろう。当たり前じゃないですか。これと対になる石像があったんですよ。はあ、ああ、ん？え、台座ごとなくなってんの？台座はせめてあるんかと思っとった。あ、その反対側に置いてあったんね。この反対側に。そう言われればそうだったような気もする。怪盗赤ずきんはここの石像を使用したのか？そうですね。あそこにあった石像を。持ち運んだわけですね。そんな目立つことはしないだろう。いや、もうこいつの推理全部外れてんだよな。何を選ばされてんだろう、本当にさっきから。じゃあどうして屋上にあった石像がオークション会場にあったんですか？カモフラージュだろうな。え？どういう意味ですか？思い出してみろ。赤ずきんが現れる直前に起きたこと。ああ、停電したよね、確かね。胸焼けは知らんのよ。お前の胸焼けは知らんのよ、マジで。なるほど。停電ですね。その通りだ。停電が起こり、会場は暗闇に包まれた。だが、予備電源が稼働し、すぐ復旧したな。その限られた時間に、ここから地下へ行くには、つまり、そういうことだ。なるほど。よくわからないということがわかりました。うん、お前らしくていいわ。お前には説明するだけ無駄だな。となると、あれがどこかに。なんだかよくわかりませんが、行きましょう。石像2が追加された。なんだろう、あれって何？私もわかんないんだけど、あれって何？とりあえず。屋上に設置してあったはずの石像が一つなくなっている。うん。あ、だけか。だけね、オッケー。あ、なんかある。ん？あ、なんか、傷が入ってる。お？どうしたんですか？黙って見ていろ。何をされてんの？ん？何ですかこれ。向こうの建物の屋上に設置してあったものだ。あー、ロープ？ロープっぽいな。違うかな。さっき調べた石像の粉のようなものが付着していることから、石像を落下させるための仕掛けの一部だろうな。あー、なるほどね。これでどうやって落とすんですか？そんなこと自分で考えろ。重要なのはこれがあったということだ。仕掛けから犯人像が割り出せることはない。わざわざ停電と同時に石像が落下する仕掛けをしたということは。つまり、カモフラージュね。侵入経路のカモフラージュに使ったわけですね。お前にしては冴えているな。やっと正解が増えてきたわ。よかった。当然ですよ。推理小説を読んでいますからね。それがどうした？それで、この仕掛けはどうするんですか？ここに放置しておいていいだろう。他の場所に行くぞ。了解でーす。軽いな。屋上の仕掛けが追加された。ほうほうほう。何のために？
てか、カモフラージュ行ったのか？停電になると石像が落下するような仕掛けの跡。そんな小賢しいことしなきゃいけないの？人狼って。なんかもうちょっとパワープレイで来るのかなと思ってたけど。で、この後はなんだ？この後は何？ロープでなんか引っ張った後かな？負荷がかかったとかそんな感じ？え？あと一箇所なんかあるよな。あれ？もうないっけ？あれ？え？え？終わり？あれ？2個だけだっけ？ああ、あったあったあった、よかった。やっぱり気になりますね。何がだ？皆さんのアリバイを聞いた時のことですよ。自分の推理では、怪盗赤ずきんはきっと昨日のうちに変身して紛れ込んでいると思うんです。だから少なくとも今日一日の行動を聞くべきじゃないですか？そのことか。教えてくださいよ。一体どんな推理であの時間帯に限定したんですか？推理などしていない。俺はここで会ったのだ。怪盗赤ずきんにな。え？どういうことですか？仕方ない。話してやろう。つまり、こういうことだ。会ったの？リンラインバイスがいる部屋から飛び立った俺は、月を眺めるためにこの場所へとやってきた。ああ、そうなんだ。ここへ黄昏れてたんだ。おう。なんだ、あのリンラインバイスのつまらなさは。あいつの父親を殺した犯人を探している時と比べたら、まるで別人ではないか。一体どうして。そんなことをこの俺が考えること、くだ。せーの。やべえ。化け物語が頭によぎった。でもこんなんじゃやだ言ってるわ。頭の中で。お？さすがはこの私様。人狼であり、華麗なる怪盗である私様の前では、この程度の距離など、ないに等しいのですわ。あのさ、僕はもっと安全な侵入ルートを考えてたんだよ。でも、これが一番早いでしょう。まあ、そうだけどね。まさか、貴様が怪盗赤ずきんなのか。すげえ呆れてんな。めちゃくちゃ呆れてんじゃん。アルネ様、やめてあげて、その顔。あら、私様のことをご存知とは、褒めて差し上げますわ。こんな小娘が。いや、なかなかいいではないか。我の相手として合格だ。ちょっと、そんないやらしい目で見ないでくださいまし。そもそもそういうことは、文通からなんだ。文通なんだ、いつの時代？違う違う、赤ずきん、違うよ。あれが僕が話していた、アルネだよ。ああ、そういう意味でしたのね。つまり、あなた様がダンスパートナーというわけですね。それならば、どうぞ小娘と侮ってくださいませ。その方が都合がいいですわ。どうします？この場で私様を捕まえようとしてみますか？ここで貴様と会うのは完全にイレギュラーであり、むしろ残念だ。推理の楽しみが一つ減ってしまったわけだからな。故に、今は見逃してやる。せいぜい我を楽しませるための小細工でもするがいい。あら、ありがとうございます。ここで見逃したことを、せいぜい後悔してくださいませ。まあ、会話をした限りでは、あまり期待できないようだがな。な。では、我はこの辺で去ることにしよう。貴様との会話よりも、満月の夜を飛ぶ方が、よっぽど有意義だ。ちょっと、お待ちなさい。おーん。というわけだ。なるほど。
で、そこで捕まえておけば心臓も盗まれなかったのでは？盗ませるのが目的だってことは説明しただろう。ああ、そっか。つまり、怪盗赤ずきんが侵入した時間を知っていたから、自分たちのアリバイも時間を指定して聞けたわけですね。ああ、なるほどね。侵入したのはそっから、本当か？そっからここに来ただけか。その前からいた説ないんかな。ズルじゃないですか。は？いや、さすが名探偵ともなると、事件前に犯人と遭遇できちゃうんですね。お前殺されるぞ。そろそろ、マジで。すごいな、尊敬しちゃうな。ごまのすり方、お前下手だな。というわけで、次の調査を始めましょう。すげえ嫌なんだろうな、アルネさんは。すんげえ嫌なんだろうな。まあ、わかるよ、その気持ち。嫌いな気持ち、めちゃくちゃわかるよ。じゃあ、地下1階通路。ほうほうほう。めっちゃ警備員おるやん。お疲れ様です。どこかで会ったか？先ほどの警備中に見かけただけなのに、慣れ慣れしかったですね。すいません。すげえ慣れ慣れしいな。びっくりした。うん。それはいつだ？オークション2部の後半が始まる直前ですね。そんなことより、ちょっといいかな。そんなことより、本当にそれはあるねか？おいおい、そんなことよりの問題じゃないぞ、今の。はい、ベルンド隊長。何でしょうか？ちょっと、今、聞き込みをしててね。協力してもらおうと思ってさ。オークションの時に何か変わったことですか？2部のオークションの直前から最中にかけて、何か印象に残っていることでもあるかと思ってな。そうそう、何でもいいからさ。申し訳ありません。特に思いつきません。クソ、ベレンド隊長のお役に立てないなんて、きっとここで見限られるのに違いない。いや、お前どんな信頼得てんの？本当に。どういうこと？そんな崇め立て祀られてんの？そして警備員をクビになり、次の仕事を見つけられる。路頭に迷って最後には。もう今考えるな。でも特殊だな、お前もなんか考え方。いや、なんでそうなるの？気にしないでいいからね。もう戻っていいよ。なんで慈悲深いんだ。神かよ。お前、こいつに何をした？いや、何かした記憶は一切ないです。いや、マジで何したんだよ、あいつ。おかしいだろ。なんであんなビビってんの？どうした？本当に。この先が配電室か。どうします？自分が言えば入れますか？その必要はないんだ。配電盤に仕掛けなどはなかったか？はい。時間が来るとブレーカーが落ちるような仕掛けがしてあったとの報告を引き継いでいます。現在はその修理も終わり、正常に稼働中です。それならばいい。それだけでいいんですか？仕掛けがしてあったということは、停電が起きた時には配電室にいなかったということだ。確かに、そりゃあそうだよな。確かに、確かに。仕掛けがあった。という事実さえあれば、わざわざ現場を見る必要などない。そういうもんなんですか？俺が調べているのは、怪盗赤ずきんが誰に変身していたかだ。どうやって停電させたか、ではない。なるほど。確かにそうですね。では、次の場所へ行くぞ。了解です。おー、配電室の仕掛け。これは何もないよね。確か2つだけだったもんね。メモ。配電室の仕掛け。これか。配電室には、時間が来るとブレーカーが落ちる仕掛けの跡があったらしい。現在はそれは修理されており、正常に稼働している。どういうことだ？まあ、その場にいなくてもできる仕掛けはしてたという。事実しかわかんねえぞ。お、
なんかいかにもなおじさんがワイン飲みながらくつろいでんな。めちゃくちゃいかにもだな。あー違うんだ、このおじさんじゃないんだ。いかにもなおじさんじゃなかった。あ、いたいた。あ、こいつが自分と一緒にカジノを警備していた証人です。おう、それは確かか。ま、警備つーか、サボりに近いっすけどね。隊長、スロットしながらタバコ吸ってましたし。あ？タバコ？ん？警備員のセリフには気になるキーワードがあったようです。そのキーワードをタッチしてください。こっそりと二人でタバコを吸いながら話をしてると。ん？タバコか？こいつはタバコを吸っていたんだな。自分もっすよ。いやー、タバコ吸う人が全然いないから貴重な人材っすよ。なるほどな。あ、自分がタバコを吸っているということはエリーゼちゃんには内緒にしておいてくださいね。タバコの匂い、あー、ん？あ？タバコの匂いがついていなかったとか、なんかそんな、あ、なんかありそうだな。ラインバイスキーいた時も隠れて吸ってたんで、ハインツぐらいしか知りません。あ、ハインツは知ってたんだ。へえ。そんなどうでもいい情報は必要ない。次だ、次。なんかよくわかんないですけど、頑張ってくださいね。おう、隊長に任しとけ。え、ベルントの喫煙が追加された。はあ、はあ。ベルントはカジノを警備しているとき、タバコを吸っていた。これは同じく カジノを警備していた同僚の証言。ベルントがライン、おお、これは全然いいよ。なんか、タバコの匂いとか、そういうのを嫌いだったよね。人狼さんね。椅子の上に立つな、アルネ様。そういえば、メイドがオークション中は仕事をしていたと、ん？食事をしていたと言っていたな。マスター、超絶可愛い。絶世の美少女であるエリーゼちゃんがここで食事をしていたんだけど覚えてないですか？絶世の美少女ではないかな。可愛いのは可愛いけどな。あ？そりゃ、はぁとも言われるわ。だから、それで伝わるわけないだろ。面倒くさい喋り方をする女のメイドだ。あの喋り方も可愛いんじゃないですか？わかってないですね。ああ、あの、ござるとか言ってたメイドか。覚えてるよ。水を床にぶちまけたり、手を滑らしてフォークを壁にぶっ刺したりしてたからな。ぶっ刺した。手を滑らしてフォークが壁にぶっ刺さる。結構な力でぶん投げてるよ、それ。いやー、子供まで可愛いな。それでよくメイドが務まるな。食事の内容は覚えているか？もちろんだ。急に吸血鬼さんが玉ねぎが入っていたのが聞きたがっていたから何事かと思いましたが、人狼が食べられない食材なんですね。ま、エリーゼちゃんはバッチリそれが入った料理を食べていたわけですから、怪盗暁ではなかったわけです。オークションの間はずっとこのレストランにいたみたいですし、怪盗暁が心臓を盗むという騒ぎが起きてから大当たりで出ていったようですね。つまり、ここにいたメイドは本人である可能性が高いということだ。こいつからはもう聞くべきことはないだろう。行くぞ。了解です。おー、エリーゼの投稿。待って、わざわざエリーゼだけなんかこうやってあるのおかしくない？他の人たちそんなにないよな。赤ずきんついてるでしょ、これは。間違えた。え？あ、パンドラとベルントも一応あるのあるんか。あ、なんか、こうなったなんか、エリーゼすげえロックしちゃうなぁ。思考ロックするなぁ、これは。エリーゼはオークションが行われている時はずっとレストランにいたようだ。特徴的な話し方や言動が本人だと考えていいだろう。なんかわざわざこれ書くの、なんかキーでありそうやなぁ。じゃあ最後の場所かな、次が。